ジャック・デンプシーのセコンドボックスは80万、マイク・タイソンの汗が染みついた練習用トランクス40万、格闘スターブルース・リーが映画で着用したカンフー着700万、ボクシング史上2人目の黒人世界チャンピオンとなったジョー・ルイスのチャンピオンベルトはなんと2000万。各のごとく格闘グッズはマニアの間で大人気。そこで今回 SRS が格闘お宝のお値段を独自に評価。そこには格闘界の常識を覆すお宝の数々が登場した。意外な高値の連続にゲストも唖然。格闘ファイターそして格闘マニアが秘蔵のお宝を大放出。スタジオは興奮のルチボ。 SRS はマニア道をも極める。やめろ。戦う男たちの力が欲しい。そんな思いがグッズに走る。自慢のお宝鑑定します。格闘お宝マニア道。さあというわけで新企画始まりました。格闘お宝マニア道。こんな番組欲しかったですね。そうですよね、はい。競技に関するお宝の値段を評価していただくというこの企画なんですけれどもね、はい、今回鑑定していただくお三方を紹介します、はい、この方々です。いやもういかにもコアな3人が揃ってますんで期待いたしましょう、はい、さあそしてその値段を予想していただくパネラージをご紹介します。どうぞこちらの3方。はい、それではまず最初の方ご予想していただきましょう。どうぞもっと可愛い子ちゃんとかいねえのかよ。さあいきなり、大月健二さんでございますけど、はい、まずこちらのお宝、はい、これはあの某ルートから、入手して、まあ、僕の持ち物ではなく預かり物なんですけど、はい、なんか鑑定してほしいということで、はい、こちらです。オープンです。これはなんとですね、はい、モハメド・アリが、はい、初来日した時に着たガウン、うん、日本に初来日した時に来た、はい、ガウンという話があるんですが、うん、どうも真偽のほどが、うん、いまいち定かではないんですよ。あ、割とこの貴重なマニア物の中に、うん、でも実はバタモンも多いと、うん、そこら辺も今日は判断して鑑定していただきたかったんですよ、はい、でアリが初来日の時に、うん、着ていたと、うん、でその証拠はこのサインですね。いやこれはちょっと興味があるんですけど。さあそれじゃあパネラーの皆さんに予想評価額、うん、じゃあまずは森本レオさんから見てもらいましょう、はい、ここかな。これ1万8000円なんか嘘くさいんだもん。嘘くさいと言われてもらいましたね、うん、レオさんこれ高円寺でもよくこういうの売ってますよね。売ってるんだよな。さあ続いて角田さん。はい、私はですね、ズバリ材料費実費細けえなおい。やっぱりマメタリ選手ヘビー級ですからね、はい、このね肩のラインがね、これちっちゃすぎますよね。これはヘビー級 のラインじゃないです。さあ続いて井森。はい、私も本当に420円。そんな感じですね。ちょっとなんか本当嘘くさいんですよね。どこかガウンっていうよりもなんか暴走族っぽくて、うん、なんかちょっとね420円、はい、ね、散々なこと言われてしまいました。さあそれじゃあ本人の大橋さん、本人の希望価格、アリが来たかどうかは分からないけど、そういう噂が20何年間にわたってあったということから、5万円。5万円は欲しいと。5万円取っ払いで欲しい。取っ払いは意味が違うだろう。このお宝はですね、はい、事前に鑑定士の方々にじっくりと見ていただいて、はい、参りましょう。今回のお宝、はい、いかがでしょうか。200万ですよ。何が5万円なんだよ。これはもう、格闘技のですね、はい、あの世界的なコレクターの間では有名な品です。さあということで一番、はい、近い評価額が森本レオさんの18,000円。18,000円、ね、最終的にですね、うん、ポイントをたくさん獲得した方には豪華商品をマジでご用意してますから、はい、そうなんだ、はい、頑張っていただきましょう。
まんなきゃ、ね、さあ、大月師範にはですね、はい、この後もパネラーとして、はい、参加していただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いやすごいですね。さあ、それでは次の方に参りましょうか。次の方どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今はロスにいます。大黒摩季ニューシングル空。男も一緒につけてほしいエステートツインジュエリー。銀座ジュアン浴中の駅、新宿本店、新宿駅東口前。さあ、続いてまいりましょう。続いての方、どうぞ。シューティングの遠征井上選手です。すごすぎますね、この番組。遠征井上、ハワイで日系二世として生を受けた彼は、現在日本シューティング界最強のヘビー級選手としてその名を格闘界に轟かせる。国内では向かうところ敵なしの彼、その勢いを買ってついに念願のアルティメット大会出場が決定。5月30日アメリカジョージア州オーガスタで行われる第13回大会に参戦する。今最も注目を集めるファイターの一人である。さあ、そんな遠征井上さんが持ってきたお宝ご紹介しましょう。こんなものです。さあ、こちらご紹介していただきましょう。この写真がグレイシー呪術の発明したの、兄弟の中にエリオ・グレイシーというの人です。はい、まあ、分かりやすく言うとホイストカの、お父さんですね。しかもサイン入りですよ、ね、これどちらで手に入れられたんですか。ヘルスイングリッシュの家で食事しながら。本人から、はい、しかも食事しながら、はい、さあ、それじゃあですね、はい、パネラーの方たちに一斉に金額出していただきましょう。どうぞ。森本レオさん15,000円。懐かしいな。そして、角田さんが創始者は偉大である、額をお付けして20,000円、はい、そして井森が4,000円。4,000円、プリクラ1回400円で10回撮って4,000円ですから。何わけのわかんないこと言ってんだよ。いやいや、写真ですから。そして保険が106,000円。うん、さあ、今回のお宝どうなんでしょうか。出していただきましょう。どうぞ。12,000円。気さくな人なんでサインは割としてくれる人なんですよね、はい、ええ、アルティメットの時にですね、ツアー組んで50人ぐらい日本人行きましたね、はい、毎回毎回その時にみんな結構もらってたんですよね、そのサイン。なるほど。ただそのやはり遠征選手がもらったっていうのと、やはりその写真の珍しさですよね、はい、その写真自体にやっぱり価値があると思うんですよね。なるほどね、さあ、ということでまたまた森本レオさんが、おお、ダンスポイント。それでは次の方どうぞ。続いてはですね、極真空手を中心としたビデオの制作販売を
行っているメディアエイトの前田達夫社長です。よろしくお願いします。さあ、それでは早速お宝の方行ってみましょうか。はい。こちらです。オープン。オープン。お。これちょっと開けてよろしいですか。大事な。全部出してください。この下にもあるんですか。はい、なんとなくわかったぞ。なんとなく。僕もなんとなく。ね。はい。さあ、これは一体どんなものなのか。今は亡き大山二つ総裁がですね、はい、約50年前、山ごもりの修行をなさっておりました。でその時の小屋から発見された、遺品です。遺品、はい、その小屋から発見された遺品。そうです。すごいですよ、うん、それはお見それしちゃいましたね。しかもですよ、ちょっと証拠の VTR がございます、はい、ご覧いただきましょう。どうぞ。大山増達。数々の伝説を残す実戦空手の生みの親。人は彼を神の手、ゴッドハンドと呼ぶ。その彼が修行時代に山ごもりしていたという逸話がある。大山増達の空手家としての足跡を残した空手バカ一代によれば、その地とは千葉県清澄山。ここで戦後間もない頃、彼は一人で2年間にわたり山小屋を建て、わずかな日用品とともに山ごもりをしていたという。これがその発見された時の VTR。清澄山は林業に携わる職人を育てる実習の場として有名であり、昭和23年頃からこの山で働く荒沢邦子さんは当時の大山増達と遭遇した数少ない人間である。これからもっと先に行く、もうちょい先です。あそこえぐれてて雨宿。彼女の記憶をたどりながら山の奥へ奥へと進んでいく。で、あそこに要するに食事の跡っていうか、そう、食事の跡が、そこに食事をしての跡があったの。火を燃したりなんかした跡がね、ええ、あそこにあったの。この辺にね、うん、これ川の石を持ってきて、これでしょ。で、かまどを作ってありましたよ。当時、彼女はこの地では咲くはずのないかぼちゃの花を見つけ驚いたという。小屋になっててね、ここ、うん、それでね、そっちにかぼちゃやね、なんか植えてあった。穴沢さんが指摘したかぼちゃの話は大山増達の著書、我が青春の修練広く続喧嘩空手と合致する。修行時代、彼が畑に植えていたものの中にかぼちゃはあった。そしてついにここで大山増達の遺品を発見したのである。ほら、お茶もね。そして出てきたものもまた著書と一致するものであった。大山総裁の修行時代の遺品、極真の聖なる地清澄山に眠っていたこれらの品はいかなる価値を持つものなのか。さあ、それでは皆さん、一斉に評価額をパネラーの皆さん出してください。どうぞ。まずは、森本レオさんが1000万円。当然です。日本格闘技の原点を支えるものです。さあ、そして角田さんが、君ね、最強に強いのは、極真空手だよ。大山総裁の口癖ですが、いや、君ね、最強に強いのは極真空手だよ、という心を持っているんですけど。今、なんか、物真似です。僕はですね、もう、まず大山なくして今の格闘はありませんから。ああ、そうです。ですからね、評価をつければですね、いくらでも格はつけたいんですが、欲しいんですよ、僕は。あ、角田さん自身は欲しい。これ僕が今一括払いで払える。これ一括払いで払えるギリギリの額だと。いろいろ大変なんですよ。いろいろ大変なんですよ。子供の養育費とか。子供のね。さあ、そして井森が780円。これね、あ、どういうことだ。いや私すごい人だってのは VTR で分かりましたけど、あれだけパッと見たら普通捨てちゃいますよ、誰のものか分からなければ。それはそうだ。で、価値観とか分からない人は多分これぐらいの値段なんじゃないかな。だからお前らしかも、お前らですけど、
さあそして大槻健二君が私を信じたい、え、私は信じたいです、ね、私は信じたい、はい、1500万、私は信じたい、うん、さあということでプロの方たちの値段ここで発表していただきましょう、はい、今回お宝いかがでしょうか。気になる評価額は CM の後すぐ。あの K-1 グランプリが新システムを搭載して強力パワー、超手ごわいファイティングイリュージョンショーセガサターン。エクシン海原川瀬おかえり海原川瀬旬エクシン。F1 グランプリ第6戦スペイン25日日曜夜11時45分。はいコピー、はい、はい、ワシャキーベイベー、はいペペロンチーノ、はいドラフティー、うまいのなんのスッキリコーボ、札幌ドラフティー生お値打ち価格で新登場。ブラックもファイだファイだファイです、ファイ G ファイです、そう G ファイ、この快感に罪はないぜ。たかが刺激にこだわったロート G5 全て。彼女をその気にさせたのは眩しすぎる太陽とよく冷えたハイネケン。ハイネケンエヴァーグリーン。今回お宝いかがでしょうか。出ました、ちょっと聞いてまいりましょう、はい、このブルーの瓶、それは昭和の20年代後半から30年代ぐらいにかけて歯磨き粉のパウダー状のものが入ってる瓶なんですよ。一緒に要するに出土物ですよね、はい、それと田代さんの近所にあるその茶碗のかけらですね、これですね、はい、これは中国のですね、はい、天津省で天津で似合ったあの日本から当時軍属とかいっぱい行ってましたから、はい、天津のものそこにあるのはすごい異常なことですし、はい、またそのブルーの瓶も今ない瓶です。瓶コレクターはそれだけでもかなりの価値があるものだと思いますね、はい、ですから状況証拠が非常によく揃ってるんです、はい、で一応信じたとしてこの値段を私申し上げまして、うん、今までこの総裁の山ごもりを証明するものってのはなかったんですよ。これ初めてなんですよね、その出るのは、うん、そういう意味でも非常に貴重なものだと思いますね僕は。そうですよね、僕はもう1500万円安ぐらいだと思いますね、はい、お見事大槻健二君2人賞、はい、ワンポイント獲得です。さあここでですねこちらの VTR ご覧いただきましょう、どうぞ。もうお兄さんはいいけんね、もうそれでズール50歳、弱すぎるよ。もう僕のでも立ち技まだまだ、それから組み技もまだまだ頑張ります。このパンツチャレンジャーって書いてありますね。これは立島敦が日本のフェザー級タイトルを取る時ですね、取った時チャレンジャーって履いてたやつ、餃子屋さんでいただきました。私 K-1 グランプリ93年から、リングアナウンスやっておりますけども、この最初から着ていたタキシード、アーツの汗やスタンダマンの鼻血も吸いましたからね、これ体。それからシカピックがですね、私の横ですごい、何語なんですかね、あれね、オランダ語なんですかね、クロアチア語なんですかね、ファラペジュッハッ、もうシカティックの脇の匂いをここに浴びましたから、強い匂いを浴びましたよ、男のつオスの匂い。なんといってもこんにちは、サニー千葉です。ジャパンアクションクラブ関根君、これね、ジャックでね、ユニフォーム、関根君これ着てよ、 M でいいね、 M でね、え、日光江戸村でもらったんだよね。千葉さん着てないんですね、千葉さん L だから。千葉さんが僕に選んでくれた新品サラ、ほら
今はロスにいます。58で父親になっちゃいました。まとめて15ぐらいつくんじゃないかな。それ以上もうだから僕の場合もこれいくら出されてもお譲りはできませんけども、まあでも藤原紀香さんだったらちょうだいって言ったらあげちゃう可能性はありますね。彼女の水着と交換なら OK。 なんかね言ってましたね関根君がね、どうしてもこれをちょっと鑑定してほしいということでね、予想額どうぞ。森本レオさんが12万円、さあそして角田さんが111,800円と、消費税込みと一例で、そして井森が、はい、お一番高値つけましたね。つけましたよ、3点ですから。お前3点ほどですもん。さあそして大月健二君が20万円。ああちょっと高くつけすぎましたかね。後悔してんの？これね、藤原さんの高校時代の体育費だったら50万とか何わけだ。さあということで、はい、専門家にお値段つけていただきました。今回のお宝いかがでしょうか。34,000円。これ誰が一番近いんだ。イモリが。イモリさん。ワンポイント。ジャパンアクションクラブできれば自分も欲しかったんですが、はい、千葉さんにサインいただいてもいないし、ですよね、メーカーのタッグもついてない、はい、こういうものは、ね、やはり嫌われるんですね。立島選手自体はですね、結構上げ癖がある人なんです。上げ癖がある。さあでは次の方参りましょうか、はい、続いての方どうぞ。柳沢龍志選手です。すごすぎますねこの番組。早速ご紹介していただきましょうか。まず品物はこちら。オープン。お、これはこれは何でしょう。これは道場に落ちてたんですけども。落ちていた。落ちてた。はい、それで勝手に持ってきた。はい、誰のなんですかこれは。多分これ高橋さんのじゃないですかね。これもしかしたら多分アルティメットの時のあれじゃないですかね。多分あれじゃないですかね。そんな大変なものが落ちていたんですか。そうです。あの時の試合で着用してたものらしいという。らしいですね。噂では落ちていたっていうことは勝手に持ってきたんですか。はい、盗んだってことじゃないですか。それ泥棒なんじゃないですか。承諾は得てないですけど。さあそれではパネラーの皆さんに、はい、評価額出していただきましょう。どうぞ。まずは森本レオさん25万円。はい、はい、やっぱりね、あの僕ら伝説を見たいんですよね、はい、あの勝ち負けよりもね、はい、で彼はあの何ですか、ずっと負けてた日本が初めてこのグレーシーに勝っていくという、はい、そのスタートになったものですよね、はい、なるほど。それにあの何ですか敬意を表しまして。さあそして角田さんが初めては痛いけど素晴らしい。何を言ってんですか。いややっぱり日本人だから初めてやるっていうのは、はい、やっぱりどんだけ大変なことかっていう、僕らもよく同じ格闘家として分かってます。分かっているので、はい、でトータルで157,500円と、はい、さあそして井森が38,000円、はい、38,000円。さあそして大関健二君が50万円、うん、これからももっと上がっていくでしょうと、うん、それでは専門家の金額出していただきましょう、はい、今回のお宝いかがでしょうか。おお、おお見事言ってるね。このシューズ自体は市販品なんで、いろいろとこの同じサイズの28センチ持ってくると、照明がしづらい、はい、でそのグローブもー入手が可能で、パンツには何もあのイニシャルもない、はい、そこら辺で様子としてはあんまりいいものじゃないんですよね。高橋選手がアルティメットで勝ったことはすごいことなんですけど、はい、今の高橋選手がちょっと負けてるっていうか、はい、だからあの大月さん書かれたように、高橋選手がこれからどうなっていくかでこの値っていうのは上がっていく、変わってくるだろう。そのグローブですね、はい、あのいつまでもぶん殴ったってグローブですからね。ですよこれは、でも今の値段聞いてどうですか。今の値段聞いてもう即売りに出します。売りに出す。チャンスですよ今チャンスですよ。マニアの方。はい、ということでね、わざわざどうもありがとうございました。柳選手でございました。どうもありがとうございました。さあというわけでね、いろいろお宝を見てまいりましたけれども、はい、優勝は森本レオさんです。
トップ賞のあなたには、はい、嬉しい。何にしようかな。これどうですか、この体鍛えるダンベルセット、こちら。お前今頭ぶつけたろな。いらない、あんな頭ぶつけて。いやいや、ダメですよ、これ商品で。しかも、今日持って帰ってもらいます。はい、本日中に。さあ、ということでテレビをご覧の皆さんも、はい、お家に、うん、ね、こういったお宝、お持ちの方はですね、番組前にどんどん、お寄せくださいませ。持ってきてくださいね。第1回、第3回ってやっていかないと元が取れません。お願いします。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。新品貴品、そして安物問わず大歓迎。次回の開催まであとわずか。今すぐご自慢の格闘お宝の写真を同封の上、ご覧の宛先までご応募ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。